カサスイバーニエスは、スペインカスティーラ・ラマンチャ州、アルバセーテ県のムニシピを、県とアルバセーテから52キロメートルの距離に位置する。カサスイバーニエスは、クエンカ県の南東部とアルバセーテ県の北東部に、またがる、歴史的困るカである、マンチュエーラ軍を構成する25の自治体のうちの、一つであり、軍内の人口規模では、マドリゲーラスに次ぐニーあア、 アルバセーテ県とバレンシア県の県境となっているカブリエル川が北側に南側に深る川が流れる定地にある。面積は103.22平方キロメートルであり、標高は707メートルである。カサスイバーニエスは1833年にアルバセーテ県が創設された時に、それまで属していたビジェーナ領主の領するホルケーラから分離し、自治体として創設された。 カサスイバーニエスは、マンチュエーラ地区の中心として、同地区で生産される、穀物、サフラン、畜産物、ブドウなどの農産物や、加工食品産業や、食品加工機械、太陽光パネルなどの機械生産などを扱う、産業がある。自治体市長は、カスティーギャラマンチャ社会党のカルメン・ラバロン・ペレスで、自治体評議員は、カスティーギャラマンチャ国民党、 カスティーギャラマンチャ社会党5カスティーギャラマンチャ統一左翼1となっているカサスイバーニエスはカサスイバーニエス司法管轄区に属し同管轄区の中心自治体であるありがとうございます